皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあ、春も本当に竹縄、本当に暑さを感じる、まあ、初夏の匂いもするそういう季節になりました。今日は4月の28日です。タイトルは御霊の実により肉の欲望に勝ちなさい。本文はガラテヤ人への手紙5章の13節から26節になります。ガラテヤ人への手紙5章13節から26節。兄弟たち、あなた方は自由を与えられるために召されたのです。ただその自由を肉の働く機会としないで、愛をもって互いに使いなさい。律法の全体は、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという一語をもって全うされるのです。もし互いに噛み合ったり食い合ったりしているなら、お互いの間で滅ぼされてしまいます。気をつけなさい。私は言います、御霊によって歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。なぜなら、肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この二つは互いに対立していて、そのためあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのです。しかし、御霊によって導かれるなら、あなた方は律法の下にはいません。肉の行いは明白であって、次のようなものです。不貧乏、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、酩酊、遊興、そういった類のものです。前にもあらかじめ言ったように、私は今もあなた方にあらかじめ言っておきます。こんなことをしている者たちが神の国を相続することはありません。しかし御霊の実は、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁ずる律法はありません。キリストイエスにつく者は、自分の肉を様々な情欲や欲望とともに十字架につけてしまったのです。もし私たちが御霊によって生きるのなら、御霊に導かれて進もうではありませんか。互いに挑み合ったり、そねみ合ったりして、虚栄に走ることのないようにしましょう。このガラテ人の手紙を通して、パウロは、この福音に生きる者、御霊に生きる者、自由に生きる者の素晴らしさをずっと語るんですね。しかしそこにある誤った考え、これは律法による義という旧約にあるそのような古い契約の中にあるその信仰を、この批判しながら、そして誠のこの自由にある福音の生き方、御霊の人の生き方を語り続けるわけであります。特に当時この小アジアには、律法主義者と言われるユダヤ人たちも随分いたようですね。クリスチャンとなりキリストイエスを受け入れ洗礼を受けていたにもかかわらず、未だその古い体質である律法の中に歩んでいる人がたくさんおりました。ですからキリストイエスを信じ洗礼を受けつつも、割礼を受けなければ救いが完成しないというような教えにある人もいたわけです。ですから
パウロは全書においてもそうでした。もし割礼を受けるのであれば、律法全体を守るべきである。しかし、それを守りきる人は誰もいない。いや、むしろそこには救いがないんだ。今、神から私たちに提示されている救い、それは神の御子であるキリストイエスを救い主として信じる福音によるのであると、このようにパウロは語っていくわけですね。そして今日の御言葉に至りまして、13節からこのように言っております。兄弟たち、あなた方は自由を与えられるために召されたのです。ただその自由を肉の働く機会としないで、愛をもって互いに仕えなさい。自由というこの言葉なんですけれど、まあ一般的にですね、自由というのは何か束縛をされない、つまりあらゆるこの戒めや拘束のない、つまり気ままな、自分勝手な、また自分の欲望に従って歩んでいる、まあそのようなものも自由とこのように言うと思うんです。しかしパウロがこの聖書が言う自由とは何かというと、律法、つまり行いによって救われるというそのような考えからの解放にある自由、つまりキリストイエスにある聖霊に満たされる、御霊に導かれる御霊の人として歩んでいく自由なんです。ですから私たちはそのような自由を与えられたものとしてすべきことがある。それは何か、愛をもって互いに仕えなさいということであります。聖書は一言のその単語、何か言葉でくくるとすれば、やはりこの愛というものでくくれると思います。神は天地を作られ、人を作られた時から、その三位一体の神と共に愛を私たち人間に注いでくれました。そして人が罪を犯した後も、その贖いを与え、また律法を与え、預言者を送ったこともまた神の愛であったと、こういうふうに言うことができます。しかし2000年前来られたキリストイエスは、さらに天の父なる神様の愛を具体的に示してくれました。私たちのために罪のない身で十字架に死んでくださる、その犠牲を通して神の愛を表してくださったのです。その愛を持っている私たちは、この福音に生きる者、御霊の人として、愛の実践、愛に生きるという、愛を感謝しながら愛と共に生きるということを神様は何よりも願っておられます。考えてみてください。愛に生きることを通して、今日のその御言葉の後にこう書いてありますが、律法の全体はあなたの隣人をあなた自身のように愛せよという一語をもって全うされると、こう書いてあります。これはキリストが何度もイエス様がこの語られた言葉でもありますけれど、レビ記の19章の18節に出てくる御言葉ですよね。考えてみてください。この愛があればですね、例えば律法の、まあ、象徴でありますモーセがシナイ山で受け取った10回があります。私以外に神があってはならない、偶像を作ってはならない、またその名を乱れに唱えてはならない、まあ、これらの神と人とに対する律法も、また神を愛するという心を尽くし、思いを尽くし、精神を尽くして神を愛する愛があれば、決してそれらを犯すことはないはずですよね。また父母を敬え、殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、また偽証してはならない、これらの人と人との間にある戒めも、また私が神を愛し、また私を愛するように隣人を愛しているならば、決してそれも犯すことのないものではないでしょうか。この福音の素晴らしさはここにあるんですね。つまり旧約にありました神様の愛とは、またある意味では味の違うと言いますか、次元の違う神様の愛がキリストイエスを通して私たちに示されました。それを通して私たちは今、その愛をもって神を愛し、また隣人を愛し、歩んでいくところに振り返ってみると、この旧約にある律法もまた全うしている、そういう生き方をすることができる。パウロはこういうことも教えているんだと思います。もし互いに嫌み合ったり悔い合ったりしているなら、お互いの間で滅ぼされてしまいます。気をつけなさい。そうですね、愛を忘れてしまう、そういうところに私たちがもし自分を置いたならば、全く意味のないもの、お互いを傷つけ滅んでしまうものとなってしまうということです。16節です。私は言います、御霊によって歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。御霊、
聖霊様に満たされて歩んでいくその人生、その信仰生活がこのような肉の思いをこの振り落としてしまう、追い出してしまう、まあ、そういう言葉だと思います。なぜなら肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この二つは互いに対立していて、そのためあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのですと書いてあります。これはある意味では明確です。罪というのはいつも自分が中心にあるということですね。罪はギリシャ語でハマルティアという言葉ですが、これは的外れという意味です。つまりキリストを外している、つまり自分がいつも中心にあって自分を標準にして様々に考えていることです。これは肉の行いと言えます。しかしキリストの福音にあるものはいつも的が当たっている、つまりキリストイエスに標準が合っているんですね。それはこの御言葉によるならば御霊に満たされるということだと思います。祈りつつ御言葉によっていつも聖霊に満たされて、どうぞ皆さん方がしっかりと神様の願われる愛を行う愛の実践者となられますように祝福いたします。肉と御霊の葛藤、それはおそらく私たちが天の御国に帰るまで続くものだと思います。今日の御言葉にはその22節からに御霊のこの実が書いてあります。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、これらのものを禁ずる律法はないのだとも言っております。聖霊に満たされ、そして御霊の一致を持ちながら、もはや私が生きているのではない、キリストが私のうちに生きているというガラテヤの御言葉のように、皆さんがどうぞキリストが現れ、神の愛の実践者、体験者となられますようにお勧めいたします。今日の本文の最後のところ、キリストイエスにつく者は自分の肉をさまざまな情欲や欲望とともに十字架につけてしまったのです。もし私たちが御霊によって生きるのなら、御霊に導かれて進もうではありませんか。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは律法ではなく今福音の中に生かされていることを感謝します。その福音に生きるため、キリストイエスが十字架につかれたその犠牲を覚え、私たちの肉の思いもまた行いも皆この十字架に共につけられました。もはや私が生きているのではない、キリストが私のうちに生きておられますから、神様の願われる愛の実践者、また愛を深く悟り経験し、また人々にその愛を分かち合う私たちとなりますように祝福してください。イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。